受験生の皆さん、こんにちは。では早速今日も、過去問ですね。平成23年度、区立九段中等、適正検査2の四角2番、問1の方、解説していきたいと思います。この問題ですね、見ていただきますと、校外学習、山登りに行きましたと。その山登りに行った時の、計画を立てましょうという問題になっていますね。中高、一貫教育の学校に、特徴的な問題となっています。そしてですね、まず工程表を書きなさいという問題がメインであるんですけれども、その前に準備段階としてですね、問1ということで、それぞれ、距離と、求める問題が出ています。問1見ていきますね。 A コースと B コースの距離、速さ、時間をまとめた表算を完成させなさいということで、こちらが表算になっています。コースについては図1ということで、山登りのコース、 A コース、B コースがあるということがわかりますね。 A コース、B コースそれぞれに A 登山口、B 登山口とバス停がありまして、B コースには洞窟がありますと。それぞれのコース説明を読みますと、 A コース、上りは時速3キロ、下りは時速4キロで往復をすると2時間55分かかるコースですということですので、これ合わせて2時間55分、分に直してしまいますか、175分ですね、のコースとなっています。一面に花が咲いている野原や若葉が香る林があり、森林浴には良いコースです。それが A コースです。そして B コース、上りは 1km あたり20分の速さで上ると80分かかります。80分、1時間20分入ってますね。そして 1km あたり20分ということですので、20分で 1km ということは、時速に直しますと60分で 3km 進むことになりますね。ですので上りの時速は3キロとなります。そしてコースの途中に有名な洞窟があり、見学の所要時間は40分です。下りは1時間に 3.2 キロの速さで下ることができます。時速ですね、そのまま 3.2 キロと入れましょう。そして滝の美しい流れが見られる景観の良いコースですとありまして、以上の情報から、この空いているところですね、片道の距離、そして時間、これを埋めていくことになりますが、時速3キロで1時間20分かかるコースということですので、時速の3キロに1時間20分、1と3分の1ですね、かけますと4という数字が出てきますので、 B コースについては4キロであるということがわかります。そして、下りについては4キロを、時速 3.2 キロで進みますので、答えの方が1と4分の1ですね。つまり1時間15分ということが、分かります。これは簡単な計算ですね。簡単に、掛け算割り算、使うことでそれぞれ、距離そして時間が出てくる問題となっています。そして A コースの方見ていきましょう。A コースの方は速さが分かってます。上り3キロ、下り4キロです。そして、所要時間の合計が分かっています。ですので、速さの比が3対4。速さの比が3対4ですので、かかる時間の比率は、速さの比が3対4。ですので、時間の比は、逆になりまして4対3になりますね。
ですので、175分。全体の175分を、4対3で分割してやればよいので、7分の、まあ、4をかけますと、100分。ということになりまして、この100分というのが、4の方ですから、時間が4の方なので、速さが3の方ですね。こちらが100分、つまり1時間40分ということになります。同様にして7分の3の方も計算しますと、1時間15分と出てきますので、こちら1時間15分と入れます。そして、距離の方は、時速3キロ、時速3キロで、100分。1と3分の2ですね。をかけますので、答えの方5キロということで出てきます。以上ですね、2番の、問2の問題の準備として、下準備としてですね、この表を埋めるという問題が出てきました。基本的にですね、問題解くとき、問1、問2とあるようなときに、このように、問1が問2の準備になっていることっていうのは結構ありますので、まあ、問1ですね、問2の準備として確実に、この辺のね、細かい数字、間違うことなく埋めるようにしてください。1番を間違えてしまうと2番でもね、その間違いが響いてくることになってしまいますので、気をつけましょう。それでは皆さん、受験に向けて頑張ってください。